新年明けましておめでとうございます、フラワーアーティストシンです、今年もですねこの How to do が、1年間皆様にこうお花のね素晴らしいテクニックを、ご紹介していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ではこの1年最初のね、まあ紙面上では2月号なんですけれども、1年最初のこの始まりのテクニックはですね、こう柳を加工してアレンジを作るということを皆様にお教えしたいと思います。この柳を加工するというのはですね、割とこう簡単なんですね。この柳っていう枝物はものすごくこうためって言ってね、形を整えたり形を変えたりすることが、容易にできますので、簡単に加工することができます。ただですね、それをこう知ってるのとね知らないのでは、出来栄え、アレンジメントの出来栄えが全然変わってきますので、もう知ってる人はもちろんね、あもう知ってるよって感じで見てていただいて結構ですし、知らない人はぜひねここでね覚えていっていただければと思います。ではですね、早速ですね、柳の加工の仕方、アレンジのイベントの作り方を紹介していきたいと思います。その前にですね、まずこの花材紹介からいきましょう。どうぞ。手まり草です。バラ、アマンダーレッドです。セダムです。クラスフェディアです。レッドウィローです。サンキライです。はい、ではこれからアレンジメントを始めます。まずセダムをですね、このような状態、まあこう完全に短くまっすぐにですねして、このような状態で入れていきます。そしてその後にこの手まり草ですね、この手まり草をこのセダムと同じ高さですねに、このようにマスで入れていきます。まあなんていうんですかね、同じ高さで、これはもう同じ高さでいいんで、この2種類の花は、こう丸いね土台をねこう作るような感じで、このような土台を作っていきます。でこちらからですねラインを出していきます。次にこの赤バラですね、赤バラをこのアレンジメントに入れていきたいと思います。はい、こちらで赤バラですね、赤バラが入れ終わりました。次はですねこのプラスフェディアをアレンジメントに入れていきます。はい、プラスフェディアをすべて入れ終わりました。次にですねこのサンキライですね、サンキライをアレンジメントに入れていきます。はい、こちらでサンキライがすべて入れ終わりました。それではですねここで今月のですねお題のレッドウィローをですね、このアレンジメントに入れていきます。ではここでレッドウィローの加工の仕方を皆様にお伝えしましょう。はい、こちらがレッドウィローですね。まあ、柳って大体こんな感じでになってるんですけれども、まあ、これを今回このアレンジメントに入れていくんですが、こういうカーブをさせたいんですね。その時にこの柳をこう、まあ、こうやってね、見えますかね、こうやってこうやってこうやって曲げていきます。
まあ、形を整えていくんですね。まあ、指先で本当はこうやってやっても軽く溜めればですね、溜められるんですけれども、柳の種類によってはポキッと折れてしまう場合もありますので注意が必要です。まあ、レッドウィローなんかはこうすごいね折れにくい素材ですので、このぐらい強くやっても折れることはありません。でこういう形を形取りますね。ぜひこのね柳の加工の仕方を覚えておいてください。溜める場合はこのように握ってですね、この上からこうやって溜めていきますね。こういうふうに溜めていきます。でこれこうやって溜めていくと、まあ、レッドウィローなんかの場合は大丈夫ですけど、大概の枝はこうやったら折れますので、必ずこのようにしてこの風に溜めていきましょう。こういうふうにすれば折れません。このテクニックをぜひ覚えてくださいね。はい、では先ほど溜めたレッドウィローをこのアレンジに入れていきます。このようにですね、ここの部分ですね、このアレンジメントの上の部分にレッドウィローを入れて、まあ、これアクセントラインっていうんですけれども、このレッドウィロー、下のアレンジメントの上にあのラインをかけることによって、下のアレンジメントを見せるこの間を作りますね。この間がですね、より一層こう何ですかね、アレンジメントのコクを出すというか、テクニック的にもこう深いものですねを仕上げることができます。ものすごいこう人の目を引くアレンジになりますので、ぜひ習得しておいてください。はい、こちらで 上にね流れるこうアクセントライン、レッドウィローのアクセントラインですねが入り終わりました。次にですね、こう中にねこう丸めていくラインを作っていきます。このような細いレッドウィローですね。で、このように丸めていくラインですね、丸めていくラインを丸めていくラインをどんどん入れていきます。はい、こちらでレッドウィローですねが全て入れ終わりました。こちらでこのアレンジメントは完成となります。ではですね、こう少しねカメラで寄って見てみましょう。はい、皆さんこの柳を貯めるテクニックいかがだったでしょうか。簡単にねこうできますので、ぜひこう実践して練習をしてみてください。それが一番のこう習得するその技を習得する道となりますのでね、ぜひやってみてくださいね。でこのフラワー TV ではですね、皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちらをクリックしていただくか、スマホの方は右上か左上にチャンネル登録というボタンがありますので、そちらからぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではですね、また来月新しいテクニックを皆様にお教えしたいと思います。ではですね、これで今月号の How to do が動画を終わりたいと思います。それではまた来月お会いしましょう。 See you next time.